皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。今回も新商品情報やキャンペーン情報などレゴブロックの最新情報をまとめてお届けします。動画内で紹介するニュースのレゴショップ公式ストアやスタッツ公式サイトの特集ページへはこの動画の概要欄から行くことができます。ぜひご利用ください。まずは画像が出ている新商品情報を紹介します。レゴドリームズ。メキシコの認定販売店がレゴドリームズの新商品3点を公開しました。順に紹介します。日本語の製品名はスタッツが訳していますので正式名称ではありません。ネバーウィッチのカラス。骨太で迫力のあるカラスの背中に家が立っています。かつてのレゴチーマシリーズを彷彿とさせるレゴセットです。背中の家は分離すると足が生えていて、このように立たせることができます。鳥の足が生えた家というのはロシアの民話に登場するバーバヤーガの小屋を参考にしたデザインだと思われます。クーパーのロボット恐竜シーレックス。クーパーが乗るロボットの恐竜です。夢の世界らしいカラフルなデザインが良いですね。プテラノドンのような空を飛ぶスタイルにも作り替えができるようです。マテオとゼーブロブのナイトバトルメカ。忍者号やモンキーキッドのロボットに比べると丸みを帯びた可愛らしいデザインですね。かつて放送されていたバイファムに出てきそうなロボットです。さらに可愛く変形することもできます。今紹介したレゴドリームズの新商品3点は8月の発売が予想されていましたが、情報を公開したメキシコの販売店の商品ページには5月発売と書かれています。地域によって5月と8月に発売日が分かれるのかもしれません。新情報が出次第またお知らせします。レゴスターウォーズ。5月発売予想のポッドレースとドロイデカ、コマンダーコーディのブリックヘッズが海外の認定販売店で公開されました。ポッドレースはアナキンのポッドがちょうど岩のアーチをくぐっているところです。ドロイデカは箱の表では立ち姿勢の攻撃スタイルですが、説明書きによると足の部分を取り外すと移動用の丸まったスタイルと攻撃用の立ち姿勢に変形できるようです。ドロイデカは丸まって移動する姿が愛嬌がありますので、ぜひ転がして遊びたいですね。予想価格はポッドレースが 79.99 ドル、ドロイデカが 64.99 ドルです。コマンダーコーディのブリックヘッズ。226番目のブリックヘッズです。オーダー66発動時にパルパティーンのホログラムを見ているシーンです。フェーズ2のヘルメットが立体的でかっこいいですね。バイザーの部分は黒の取っ手パーツで切れ込みを表現しています。ポッドレース、ドロイデカ、コマンダーコーディの3つは5月発売予定です。パイロット姿のルークとパルパティーン皇帝のキーリングも5月発売です。価格はどちらも898円でレゴショップ公式ストアで公開されています。身につけていると強力なフォースが身につきそうな予感がします。レゴスターウォーズの本。こちらは海外の SNS で公開された画像ですが、7月にフォースオブクリエイティビティというレゴスターウォーズ25周年ロゴマークが入った書籍が発売される見込みです。表紙と箱にはスターデストロイヤーとミレニアムファルコンが描かれています。画像を見る限り箱に入った分厚い高級そうな本ですね。レゴスターウォーズの画像や宇宙船の情報、作品作りのアイデアなどが盛り込まれた内容だと思われますが、従来通りならこの種類の書籍は国内では発売されない可能性が高いでしょう。レゴミニオンズ。先日レゴミニオンズの新商品2点が少しだけ公式発表されましたが、残りの新製品の1つが海外の販売店で公開されました。バナナにタイヤがついたユニークな車です。どちらかというとミニフィギュアパックのような商品ですね。136ピースで予想価格は 24.99 ドルです。フルーツパーラー。購入特典用セットフルーツパーラーの商品ページが公開されました。今年1年を通じて4種類の製品が配布される予定の購入特典レゴショップコレクションの第2弾です。ヨーロッパやアメリカにありそうなおしゃれなフルーツパーラーで、店の外には果物がたくさん並べられています。2階は左右で水色と緑に分かれたツートンカラーです。建物内は1階が売り場で2階が居住スペース。前作のフラワーショップと同じ構成です。煙突か通気効果は分かりませんが、屋根の上の突起物は2本ついています。フラワーショップでは1本でした。フルーツパーラーのプレゼントは4月15日から始まると言われていますが、公式発表があるまでは未確定です。始まった場合はもらうのに必要な購入金額は第1弾と同じ1会計税込み2万8000円以上で間違いないでしょう。同時にポリバッグのプレゼントキャンペーンも始まるかもしれません。
新情報が出次第またお知らせします。レゴシティの動物、海外の SNS で公開されたゴリラとレッサーパンダのフィギュアです。ゴリラは背中に子供のゴリラを乗せることができます。手は後ろに回せます。ゴリラはこのようなポーズをとっていたかもしれません。レッサーパンダは赤い毛並み、黒い足、大きなストライプの尻尾など特徴を捉えた可愛いフィギュアです。動物フィギュアを集めている人は買うしかありませんね。続いて画像のない新商品予想をお届けします。公式発表があるまで確定情報ではありません。レゴディズニー、6月にドラゴン姿のマレフィセントが発売見込みです。ドラゴンとミニビルドのお城、オーロラとフィリップのミニドールフィギュアなどが付属予定です。黒いドラゴンになると思います。レゴアイコンズ、今年後半の新商品予想です。レトロなラジオ906ピース、 109.99 ドル、6月発売。トランスフォーマーバンブルビー950ピース、 89.99 ドル、7月発売。観葉植物278ピースと327ピースのセットが8月発売、価格はどちらも 29.99 ドル。スポーツがテーマのセット608ピース、 49.99 ドル、10月発売。ランボルギーニカウンタック、7月にレゴアイコンズから1506ピースで 179.99 ドルという内容で大人向けのランボルギーニカウンタックが発売見込みです。国内の発売価格は2万5000円から3万円でしょうか。ランボルギーニカウンタックは往年の大人気スーパーカーで、レゴスピードチャンピオンズでは2022年に製品化されて発売当初は品切れが続いた人気セットです。現在も販売中です。レゴアイコンズの自動車シリーズではこれまでもポルシェやカマロ、コルベットなどが製品化されてきましたが、ランボルギーニカウンタックは特に人気がありそうです。余談ですが、ランボルギーニカウンタックは時代を代表する人気のスーパーカーでしたので、ジャッキー・チェンなど大勢のスター俳優が出演したアメリカ横断自動車レースの映画キャノンボールや、レオナルド・ディカプリオやマーゴット・ロビーが出演したウォール街で成り上がる映画ウルフ・オブ・ウォール・ストリートなどにも最高にイケてる車として登場しています。どちらも現在プライムビデオで見放題配信中です。この動画の概要欄から作品ページに行けますのでチェックしてみてください。レゴソニック・ザ・ヘッジホッグ、シャドウの顔、720ピース、 69.99 ドル、10月発売。スター・ウォーズのヘルメットのようなセットになると思われます。レゴバットマン、クラシックテレビシリーズのバットモービル、1822ピース、 149.99 ドル、10月発売。数年前に発売されたこちらのセットと同じ車かもしれません。このセットは発売当初極度の品薄が続いた人気商品でした。レゴバットマンの大型セットは品薄になることはほぼありませんが、このバットモービルは品薄になるかもしれません。レゴブリックヘッズ、8月1日公開の映画インサイドヘッド2のブリックヘッズが6月発売見込みです。喜び、悲しみ、心配の3体セットとの予想です。レゴアートのモナリザ、1500ピース、 99.99 ドル、6月発売。30cm×45cm の大きさでゴールドのフレーム付き。フレームは取り外して他のレゴアート製品と一緒に使用することもできます。目を変更して抽象画風にアレンジ可能。ブロック、タイル、スロープパーツなどを使用した立体的なデザイン。色合いは有名なルーブル美術館のものよりもスペインのプラド美術館にある複製品に近いと言われています。プラド美術館のモナリザは複製品ですが、近年に描かれたわけではなく、オリジナルと同時期の1500年代初頭にダヴィンチの監督のもと弟子が描いたものだと言われています。レゴマインクラフト、桜ガーデン、304ピース、 27.99 ドル、6月もしくは8月発売。マインクラフトなので桜の花も四角いブロックになると思います。画像が出ていない分の新商品予想は以上です。ゴールデンウィークにおすすめのレゴレーシングカー、3月から4月にかけて注目の自動車レースが国内で開催されました。鈴鹿サーキットの F1 日本選手権、史上最年少かつ日本人女性として初めてスーパーフォーミュラに参戦したジュジュ選手、国内で初めて東京で開催された電気自動車の F1 と呼ばれるフォーミュラ E、 今年の春は自動車レースとともに幕開けしたと言っても良いでしょう。鈴鹿サーキットには
19万個以上のレゴブロックで作った実物大のメルセデスのレーシングカーも登場しました。今年のレゴグループはマクラーレンやメルセデス、BMW などのブランドと提携してレーシングカーやスポーツカーの製品をいつもより多めに発売しています。メルセデスの F1 マシン、アイルトンセナの F1 マシン、マクラーレンの F1 マシン、その他にもフェラーリやランボルギーニなど定番人気ブランドの商品もあります。春の自動車レースラッシュでレーシングカーに興味が湧いたレゴブロックファンはゴールデンウィークにレーシングカーをたくさん作ってみてはいかがでしょうか。レゴショップ公式ストアのレーシングカー商品一覧へはこの動画の概要欄から行くことができます。次はレゴブロックとも関係のありそうなエンタメ情報を少しお届けします。レゴブロックの新商品発売も決定しているディズニー映画インサイドヘッド2の特報映像とポスターが公開されました。この映画は主人公の女の子ライリーの感情が擬人化されて悩めるライリーを幸せにするために頑張るストーリーですが、続編では思春期を迎えてちょっと大人になったライリーに新たに芽生えた4つの感情が加わります。特報映像ではこれまでの感情たちが新しい感情と戸惑いながら接する姿が映し出されています。公開日は8月1日木曜日です。レゴセットは5月に1つ発売決定、6月にはブリックヘッズも発売されるかもしれません。スターウォーズスカイウォーカーの夜明け以来の新作映画マンダロリアンとグローグーの公開が2026年5月22日に決定。トイストーリー5ピクサーファンが最も気になるトイストーリーの新作トイストーリー5は2026年6月19日公開。実写版モアナ2026年7月10日公開。実写版モアナは当初2025年6月27日公開予定でしたが、今年2024年の感謝祭11月27日にアニメ版モアナの続編が公開されることになったので延期になりました。どの作品も公開日はまだ先ですが、マンダロリアンの映画とトイストーリー5はレゴブロックも発売になるでしょう。実写版モアナは分かりませんが、今年の秋のアニメ版モアナ続編はレゴブロックも発売されると思います。コカ・コーラとマーベルがコラボキャンペーン実施中です。マーベルのスーパーヒーローがプリントされた32種類の限定デザインのコカ・コーラを期間限定で販売。コラボジャケットやトートバッグ、ディズニープラスデジタルギフトカードなどが当たるプレゼントキャンペーンが6月2日まで開催されています。ゴールデンウィークの5月3日から6日にはコカ・コーラとマーベルの世界観をリアルに体験できるイベントが渋谷で開催されます。ここにしかない自動販売機やお気に入りのヒーローとのフォトカードを撮影できるコーク最強カードメーカーを体験。限定グッズの販売もあります。日時や場所など詳しい情報はこの動画の概要欄から行けるスタッツの特集ページで確認してください。レゴデュプロプレゼント4月30日まで全国のレゴストアでレゴデュプロのサンプルがもらえるキャンペーンを開催しています。プレゼントをもらう方法はレゴジャパン公式 LINE アカウントを友達に追加してトーク画面にキーワードデュプロサンプルと入力します。その後自動返信で届くアンケートに答えると表示される引き換えクーポンをレゴストア店頭で見せるともらえます。キャンペーン期間は4月30日までですが、在庫がなくなり次第終了です。レゴデュプロで遊ぶ予定の1歳半から3歳の子供と一緒に来店した人が対象です。もらえるサンプルはこの画像とは異なる場合があります。今回のレゴブロック最新ニュースは以上です。最後にぜひこの動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴブロック最新情報はスタッツ公式サイトで毎日配信しています。この動画の概要欄から行くことができますので、 YouTube と合わせてぜひご覧ください。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。